ロッテ吉井監督、石川にテレパシーで開幕投手伝える。吉井監督が13日、開幕投手は石川に決めましたと3月31日ソフトバンク戦での先発起用を明かした。チームの顔ですし、開幕投手の実績もある。一発目に一番良いピッチャーを。朗希もなくはないんですけれど、今回は WBC もあるので。本人には12日の12時12分12秒にテレパシーで送りましたと説明した。石川はピピピピと吉井監督からテレパシーが飛んできた。開幕戦はもちろん1年間を通じてチームの勝利に貢献できるようしっかり準備したいと語った。なんやこいつら、ちょっと何言ってるかわかんない。不思議ちゃんなの。矢野阪神を継ぐ男たち、監督のボケをきちんと拾っているところがさすが。美馬と朗希だとスルーしてそう。美馬はテレパシー使えなかったんだろ。マジの石川はやってくれる。石川の開幕戦勝率結構良い気がするけど、どうなんやろ。これまで3回開幕投手を務めてチームは2勝1敗だから合ってるね。お、石川か。好投してもらわないとね。石川やとキャッチー松川かな。テレパシーを送りました。テレパシーが飛んできました。楽しそうな職場。楽しそう。今期はロッテがダークホースやの。ご視聴ありがとうございました。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。